干しですか？朝晩は少しずつですが秋の気配も感じられるようになってきましたね。岐阜市情報定期便特派員の西村千穂です。秋といえばそう食欲ですか。読書にスポーツといろいろありますよね。今回はそんな情報もお届けしますよ。まずはこちらのコーナーからです。どうぞ。まずはスポーツの秋ということでスポーツ観戦です。今若者の間ではロード用自転車でツーリングを楽しんだり野山をマウンテンバイクで走ったりと自転車が大変注目を集めています。そこで今回はスポーツ競技としての競輪の楽しみ方をこちら岐阜競輪からお届けします。今回競輪の楽しみ方を教えていただきますこちらの方は岐阜競輪場初心者ガイダンスルームアドバイザーの北村義行さんです。なんと北村さんは元競輪選手でもあるんですよね。はい、もう7年も経ちますけどね、やめてからね。そうなんですか、はい、もう通りでガッチリされますよね。そうなんですよ、最近太ってきてね、はい、ガッチリしてるっていうかね、ポチャっとしてるっていう方がね合うかと思いますけど、はい、今日はいろいろと教えていただきたいんですが、はい、実は私、はい、オリンピック競技の競輪はテレビで拝見したことがあるんですが、はいはいはい、こうして競輪場に来るの初めてなんですよ、うん、はい、そんな初心者の私でも分かりやすく教えていただけますか。はい、お任せください。いつもやってるのは、はい、初心者の方に競輪を説明するのが仕事なんで、そこら辺はお任せください。はい、じゃあいつも通りで。はい、分かりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今スタートしましたね。はい、もう号砲とともにね、はい、一番前にいるのが先頭誘導員っていうね、うん、風よけの選手なんですけど、ね、あ、そうなんですか。競輪に限らず自転車競技っていうのは空気抵抗、風の風圧との戦いになるので風切り役っていうのが必要になってくるんです。なるほど、はい、一番前を走る選手はそういう役目です。今こうして見てて気づいたんですけど、はい、バンクってすごい傾斜ですよね。ここでだいたい32度、32度、はい、上から見ると本当に崖のようになってますからね。あと選手の皆さんすごいスピード出してますけど、何キロぐらい出てるんですか。そうですね、瞬間トップスピードで超一流選手なら70キロ、70キロも、はい、大体平均的で60から65キロぐらいは出てると思います。いよいよ第9レースガールズ競輪決勝スタートです。ガールズ競輪になると、はい、車輪まで色がついてて華やかですよね。そうなんですよ、ユニフォームから自転車車輪までカラフルにまとめてあるのでものすごく綺麗なんですよ、見てても。そうですよね、毎回同じ色のユニフォームで走ります。そうすることによってレースが毎回毎回見やすくなりますということです。あ、この鐘は？そうです、この鐘がもう戦闘開始ですよっていう、ここはスピードがぐっと上がりますよっていう合図です。なるほど、はい、だからスピードが上がってるんですね。うわー早いですね。もうこの辺から一気にもう全員がスパートしてもう一着を目指してゴール手前ですからね。そうですね、早いでしょ、もう真剣勝負ですここから。はい、すごい迫力満点ですね。面白いでしょ、これがもっともっと分かってくると、はい、うん、速いすごいだけじゃなくて、はい、いろんな駆け引きが見られるようになるわけですよ。そうなんですね、先頭を走る選手は前を見る、真ん中を走る選手は前も後ろも見るみたいな、そういうところが選手の動きが見れるようになると面白くなると思いますよ。奥が深いですね、はい、岐阜競輪場の初心者ガイダンスルームでは北村さんが車券の買い方から競輪の魅力まで分かりやすく懇切丁寧に教えてくれますよ。あと北村さん、はい、岐阜競輪場はレース以外でもさまざまなイベントを開催していると聞いたんですけど。そうなんですよ、ここはね、はい、ぜひ聞いてもらいたいんですが、うん、9月10日から13日まで、はい、岐阜競輪場長良川うかいカップ G3 っていうのがね開催されるんですよ、はい、これはもう年間で一番大きいレースなんですけど、うん、強い選手を全国から呼んで
あのイベントもたくさんやりながらね、楽しい競輪開催がありますんでね、はい、ぜひ来てもらいたいと思うんですけど、そしてですねもう一つだけ言いたいんですけど、9月11日に長谷川マンチャット、トークショーを2回やらせてもらいますので、あ、それは目玉ですね、はい、本当にお暇な方はぜひ来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい、そして9月27日の日曜日ですね、うん、サイクルフェスティバルっていう、あの市民の方々に競輪場を開放して楽しんでもらえるイベントもやりますので、はい、9月27日の日曜日もぜひ競輪場に遊びに来てくれたらなと思います。わかりました、はい、北村さん、今日は競輪をスポーツ観戦するための楽しみ方も分かりましたし、はい、競輪場が市民の皆さんにとって身近な場所であるということもよく分かりました、はい、そうですか、ありがとうございます、はい、そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございました。それでは北村さんもご一緒に、はいはい、続いてはこちらのコーナーです。どうぞ。119番通報により出動する救急隊、岐阜市消防本部管内では年間2万件を超える救急車の出動があります。今まで救急の現場に向かう救急救命士が行える救命処置は、医師からの具体的な指示を受け、心臓や呼吸が停止している人に対する処置に限られていました。しかし岐阜市消防本部では今年9月1日から心肺停止前の重度傷病者に対する救急救命士が行える処置が新たに2つ増えました。今回はこの新たに増えた救命処置についてお伝えしたいと思います。それでは岐阜市消防本部救急課河合さんに救急救命士の行う新処置について伺います。河合さん、まずは救急救命士とはどういう人のことを言うんですか？はい、救急救命士とは厚生労働大臣の免許を受け、医師の具体的な指示のもとに救命処置を行うことができる医療従事者のことを言います。また救急救命士は心肺機能停止状態の傷病者に対して器具を用いた気道確保や静脈路確保、いわゆる点滴を行い、その点滴から薬剤を投与することができます。河合さん、これからはどのようなことが現場でできるようになるんですか？はい、9月1日から運用開始した処置方法は2つです。1つ目に血糖測定および低血糖発作症例のブドウ糖溶液の投与です。2つ目に心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保と輸液です。この2点が新しく運用開始した処置です。なるほど、これまでの救急現場で限られていた救命処置が少しずつ拡大されるわけですね。そうですね、今までは救急救命士が救急現場に出場して救命処置を行うには、呼吸が感じられないか脈が触れていない状態の心肺機能停止状態であることが条件となっていました。今回の処置拡大では心肺停止前の重度傷病者に対する救命処置も可能になっています。それでは救急現場での新しい救命処置方法をご紹介します。岐阜中消防署救急救命士の山田さんに救急現場での処置方法を人形を使って実演していただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは一つ目の処置方法、意識障害を伴う低血糖発作の傷病者に対して血糖の測定及び点滴を実施してブドウ糖の投与実施いたします。救急車で、救急現場に到着したら関係者の情報を集めるとともに傷病者を観察して客観的に状態を把握します。観察結果から低血糖発作を疑う場合は血糖測定を実施し医師にその結果を伝え、医師がブドウ糖の投与が必要と判断した場合は点滴を実施し救急車内でブドウ糖溶液の投与を開始します。なぜ救急車内でブドウ糖を投与するんですか？はい、ブドウ糖を投与するのに約3分かかります。そのため医療機関への搬送時間の短縮のためにも救急車内での
投与が原則となっております。なるほど、適切な処置と早く病院へ搬送することを両立させているわけですね。はい、その通りです。次に2つ目の処置方法です。心肺停止前の重度傷病者に対する静脈瘤確保と輸液、いわゆる点滴ですが、重症なショック状態にある傷病者に対して行います。この処置を行う場合も医師の具体的な指示を受けて実施いたします。拡大された処置は全ての救急隊が実施できるんですか？これらの処置は牛市では専門的な教育を受けた救急救命士が実施できるものです。そのため今は限られた救急隊でしか行えない処置ですが、今後専門的な教育を受けた救急救命士を順次要請していきます。なお、今回の処置拡大の対象年齢は15歳以上となっております。また搬送医療機関も限定されますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。はい、山田さんどうもありがとうございました。それでは山田さんもご一緒に、はい、続いてはこちらのコーナーです。どうぞ。このコーナーでは7月18日に開館したみんなの森岐阜メディアコスモスの新着情報をお伝えします。番組でも建設中の情報などを定期的にお知らせしてきたみんなの森岐阜メディアコスモスがいよいよオープンしました。開館以来たくさんの人たちが訪れ、8月6日には入館者数も10万人を達成。早くも岐阜市の人気スポットになりました。岐阜メディアコスモスの中核となるこちらの岐阜市立中央図書館にも連日たくさんの人が訪れています。増田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お話し会始まるよ。かわいいですね。増田さん、これは何ですか？はい、こちらは岐阜市立中央図書館の新マスコット、ワンコカートになるんです。ワンコカート、このマスコット実はまだ名前が決まってないんですが、うん、9月23日に投票で名前が決まるんです。そうなんですか。かわいい名前が決まるといいですよね。そうですね。どうしてこのワンコカートを導入しようと思ったんですか？はい、お子さんたちと一緒にみんなで本を楽しむきっかけになるものを作りたいと思いました。このワンコが宣伝を始めるとお話し会が始まります。これは人気者になりますね。そうですね、子供たちに大人気です。かわいい。岐阜市立中央図書館では開館以来たくさんのイベントが開催されていますが、今後の予定を教えてください。はい、まず9月19日から3回にわたってゆっくりのんびり岐阜で暮らそうをテーマにトークセッションを行います。そして9月19日から23日まで本町フェスタと題して本と岐阜の街に関するイベントを行います。岐阜市立中央図書館はこれからも図書館の機能を持ちながらあらゆる文化の発信基地として機能していきます。とっても楽しみです。増田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか？情報満載でお送りしてきました岐阜市情報定期便、次回もお楽しみに。